こんにちは、イメタチャンネルです。今日はね、美味しくてヘルシーなタピオカの作り方を紹介します。まずね、お鍋に水をいっぱい入れますね。その中にタピオカを、3人前ぐらいでもいくらでもいいです、入れてください。そしてね、一晩つけてください。普通にね、お湯から戻したらね、1時間から1時間半ぐらいかかるんで、もう明くる晩に仕込んでおきます。そしたらね、一晩かけて戻したタピオカをザルに入れます。で、ザルから出したタピオカは別にしといて、このね、染み出たやつを、これを沸騰させます。これを鍋に戻します。この時にね、水とか入れたらね、タピオカの色がちょっと薄くなると思うんで、まあ、この戻したお水をそのまま火にかけます。で、この時ね、冷えた状態から入れたらダメなんです。そしたらね、冷えた状態から入れたらタピオカもね、溶けたりするんですね。だから沸騰するまでに、で、その間にね、タピオカのぬめぬめ感が出るんですね。それを取り除くために洗います。ぬめぬめが取れるまで洗います。もうこの時ね、大丈夫、色もね、ちょっと薄くなってますけど、これは気にしないでください。後でね、ちゃんと黒く、黒真珠のようなね、タピオカができるんで、心配しないでくださいね。で、お湯も沸騰したんで、この中に洗ったタピオカを入れたいと思います。で、しばらく沸騰するのを待ちます。このままね、5分間茹でます。で、5分間ほっといたらね、そこに溶けてね、お鍋にひっつくんでね、タピオカで、しゃもじでね、5分間こうゆっくりかけて混ぜてください。そしたらね、もう溶けるということもなく、お鍋にタピオカがひっつくということもないんで、これはね、5分間手間ですけど、休み休み混ぜてください。この一手間がね、もちもち感が出るんで、これは、ね、手を抜かないでください。ゆっくりね、均等にタピオカがね、同じ食感になるように。これを混ぜないと、置いたらね、下に沈んでるんで、溶けてね、お鍋にひっつくんですよ。そういうね、以前失敗したんで、5分間かけ混ぜます。お湯いっぱい入れてるんでね、これ慌てて かき混ぜたらタピオカね、鍋から脱走するんでね、ゆっくりね、脱走させないように、ゆっくり時計方向に混ぜたり、反時計方向に混ぜたりね、してください。で、今日はね、毎日3回食べても大丈夫みたいなタピオカを作ります。3回も食べたら太るに違うんとかね、思う人もいますけど、ヘルシーなタピオカ、美味しくてヘルシーなね、
タピオカを作ります。お店のはね、すごくミルクティーとかね、甘くてね、美味しいんですよ。もちもちしてね。だけどすごくね、カロリーが高いんで、毎日とかは多分無理です。まあ太ってもね、生きている人は全然いいんですけど、ちょっとね、ダイエットとか体型を気にしている方は、ね、毎日食べたら多分太ってくるんで、週に1回ぐらいね、お店で食べたらいいと思います。僕の作るやつはね、1日2回食べても全然気にしないで大丈夫です。で、5分間たったんで冷まします。まずね、下にお皿を敷いて、ね、それでね、水を水道水を出しながら、お湯を冷ましながら、ザルに移します。直接ね、ザルをね、置いて、タピオカを鍋からガバッとやったらね、もう沸騰してるんで、そのままね、排水口に流したらね、体幹がね、痛むんで、やっぱりね、体幹が、塩ビなんでね、この家でも多分塩ビ缶を使ってますんで、塩ビ缶はね、熱に弱いんで、冷ましてから流すようにね、水を出しながら、鍋にも水を入れて、冷ましながらね、回復をしてたら大丈夫です。ね、やっ今洗い終わりました。タピオカもね、ツルツルしてね、もちもちしてます。ツルツルしてるから逃げるんですよね。抑えよう、もちもち感を出そうとか抑えてるんですけど、逃げるんですよ。プニュプニュってね、まあ、このぐらいになったらね、美味しいタピオカになってます。色もね、真っ黒になってます。真っ黒に。でこれをね、グラスに2杯、スプーンね、大さじ2杯、数にしたら多分40個前後で、シロップね、お砂糖、これはノンカロリーなやつだからね、これはカロリーないから。でコーヒーもブレンディーの無糖、これもね、カロリーないです。今のところノーカロリーで、これが豆乳、この豆乳もね 45% 糖質、カロリー、カロリーをカットしてます。ね、45%カロリー 45%オフって書いてますからね。でタピオカもね、40個ぐらいだったら全然ね、カロリー少ないんで、うん、これは全然10時と3時に飲んでもらっても全然気にしないでいいです。でね、タピオカはね、お腹腹持ちがいいんでね、だから前後の朝昼晩の食事を今まで以上に少なくしても大丈夫です。またね、寝しな、ちょっとお腹すいたなと思ったら、3回目のタピオカをね、寝る前に飲んでもいいと思います。全然ね、3杯飲んでもね、全然カロリーが低いんで、おすすめします。これをね、ちょっとベランダに出て早速いただきます。もちもちしてね、いい食感です。
で勢いよく吸ったらね、タピオカが口の中にいっぱい入ってね、ツルツルしてる。噛もうと思っても噛まれないんですね、逃げ回って、うん、やっぱりね、こう食感もね味わって飲んだらいいと思います。で昨日ね散髪してちょっと刈り上げすぎたかなと思ってね、ゆめたんもねタピオカちょっと食べてね、ゆめたんはタピオカ好きみたいです。では次回の動画で会いましょう。でゆめたチャンネルではね出演者募集してますんで、出たいなと思う人がいたらよろしくお願いします。ではバイバーイ。